just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. ドールのドールのさあ、今からどこへ行こうか。西へ行こうと思ってます。今日は特に行くとこはないんですけど、旅に出たいと思います。でもちょっとキャンプ気分じゃないんですよね。とりあえずどっか行きたかったよな、うん、ただ天気が本当は登山行く予定だったんですよ、うん、でも全部 C 判定で、どこ見ても C 判定だから諦めて西へ、西の宮那寺用のサービスエリアに来てます。いつもね、ここのタコ林のたこ焼きを買って食べながらね、うん、お出かけするんですけれども、今日はどこ行きましょうか。もう11時半。ほんまやな、11時半やな。ほんま行くとこどこも決めてないんですけど、とりあえず車中泊で一泊しようと思ってます、うん、準備はしてきました、うん、とりあえず西に行って気が向いたら帰る、気ままに旅をする感じです。この一番好きなスタイルですね、はい。もうすぐ大山になるんですけれども、結局こんなところまで来ました。ようやく、はい、雪景色見られました。めっちゃ綺麗。もう一人で行くのは大山来ました。今標高600メートルです。600メートルの景色もいいよ。だいぶ雪深くなってきました。大雪や、やっぱり天気予報が出たね。登山行かない。大山で本当は登りたかったんですけどね。ただ今3時半です。すごいやばい、真っ白。急に景色が変わって、まあ、道路は雪がね積もってないので、まだ走りやすいです。なんか面白いとこないかな。面白いとこないかな。写真撮れそうやね。綺麗だけど、うん、ちょっと、うわ、すごい、すごいよ、ね、めっちゃ積もってるやん。あ、到着しました。で、大山にあるこちらモンベルのショップにやってきました。ちょっとね、中入りたいと思います。すごいね、こんなところにモンベルのショップがあります。あ、すごい、この見てください、取っ手ピッケルになってる、かわいいキット。
曲。大山オリジナル商品もあります。これかわいいな。この大山専用クリアボトルかわいいです。めっちゃ綺麗。一面雪です。ここは鳥取なんですけれども、もう長野に負けてないぐらい綺麗な景色、とってもいい。めっちゃ綺麗。もうちょっとね、風がなくて雪がなかったらね、本当に雪山登山大山登りたかったんですけれども、今回は残念ながら、まあ、またあの天気見てみたいな。残念。今回はすごい、あの木とかでっかい。どうですか山ヘロさん。はい、最高です。最高だね。いや、旅ってこういうもんですよね。ほんまやな。のんびりと、なんか、まあ、キャンプじゃないこういう旅行も最高やね。そうやな。たまにはどうしてもちょっとね、キャンプ気分じゃなかったんですよ。なんでかっていうと、キャンプって暇なんですよ、うん、最近。キャンプ暇なんですよ。確かにすることはないけど、なんかそれよりいろんなものをちょっと見たいっていうのがちょっとあって、うん、そっか。で今回は車中泊旅行で、うん、決めた。うわすごい。大野池っていうところです。なんとなく地図に出てたんで来てみました。寒い寒い寒い。これは何ですか。これはサーモスの山泉ボトルです。ホットコーヒー。今日はコーヒー入れてきました。先いただきます。それ俺飲むって言ったんですけど、あったかい。さすが山泉ボトル。いや、もうこれ贅沢ですね。ね、こんな雪景色の中コーヒー飲めるのは山泉ボトル。いただきます。ブリでございます。あ、はい、すいません。ありがとうございます。これ飛ばすの。うわすごい、すごい。いただきます。100円の回転寿司が美味しい。よかった。地元のやつ使ってる。あ、よかったよかった。うん、もっと皆さんに欲しい。甘がきいただきます。当たりませんように。めっちゃ美味しい。プレプレ。最高。めっちゃ美味しい。やばい、美味しすぎます。回転寿司1位。最高。え、ほんまに美味しい。ここ1位だわ。鳥取の皆さん、ここに入れるでしょ。大阪にあったらずっとここでね。しかも安い、うん、はい、お寿司とっても美味しかったです。美味しかったです、ね、はい、最高でした。お寿司から出てきたら、すごい雪が降ってて、もうだいぶ積もってます。大雪だね、これは。ロマンチックやけど、ちょっと明日帰るの危ないかもね。早めに帰るんだね。で、今6時なんですけど、今からはね、有名な橋を見に行きます。鳥取といえばあの橋ですよ。あの橋、私たちも初めて見るので、ちょっと楽しみに
ただあの雪が降ってもう暗くなってるので、まあ、どこまで見えるかわかんないんですけど、まあ、とりあえずそれ楽しみに今走ってるんですが大渋滞、まあ、まだね時間はあるので安全にの、行きましょう行きましょう。嫌になってきたみたいです。じゃあ行くか行かないかはこちらです。これこれだいぶ普通やな。登ったことない。でも確かに踏まなく急っちゃ急ね。あ、でも綺麗。あ、綺麗。400メートル先、目的地は右側です。え？なんか全然見たことある。これをまあだから下から見たらすごいな。目的地は右側です。もうそれ言うてしまった。お疲れ様でした。あ、でもこうやってあのライトアップされてるとな、いいかも。どっから写真撮って、こっから島根県の松江市に入りました。はい、ということで着いたのが江島大橋です。ベタ踏み坂って言われるところなんですけど、なんかね、ダイハツの CM ですごく有名になった橋なんです。あの島根県側と鳥取県側2つね、こう急斜面になってて、島根県側の方が角度がきついので、そのダイハツの CM に使われてたのはこっちの島根県側の江島大橋やったみたいです。せっかく来て写真とか動画とかね撮りたいなって思ったんですけど、なんかよくそのネットとかで見る写真の傾斜があんまりよくわからなかったです。実際もっと昼間に撮ったらもっとわかりやすいかもしれないんですけどね、ちょっとわかりにくかったので、あの写真載せておきます。本当はこんな感じで写真撮れるみたいです。どうですか、すごいですよね。あ、寒い。ちょっと夜撮りは難しかったみたいなんで、あのもう一回帰るときに通るので、それも動画で撮りたいと思います。あ、でも確かにちょっとアクセル止まった。そんな上に上がってる感はないけど、あそこ大阪でこれなかったっけ。あそこな、なんかそっちの方が多分急い。あのメガネ橋とかがもっと怖い。まあでもちょっと宇宙に行く感じ、このライトアップがいいじゃない。でも普通の道やわ。面白い。でも一回は来てみたかったから、ずっと気にはなっとったんやな。だからやっぱ下がるよ、下がるよ、下りますね。あ、でもこの下り綺麗。結構下りは下ってる感じ。うん、あの夜景と綺麗綺麗。ちゃんとこの店
せてるところがいいね、ライトアップして。でもこのダイハツの CM 見たことないけど、渋滞して1時間かけてきて、まあでももう差し込んでいいわ、1回来たら十分。でもここ通勤に使ってる人とかなんでこんなとこ来るんやろって思ってるやろな。はい、ここから鳥取県に入ります。ちょっと寝るだけのはずが多分もう5時まで寝てしまいました。まあ、別に急いでもないからいいんですけど、今からコーヒー買って出ようと思います。雪がもこもこしております。おはようございます。ただいま7時30分です。昨日の夜は途中力尽きてちょっとだけ5分ぐらい横になって休憩しようかって言ってたら、そのまま朝までグーグー寝てました。二人とも山広さんもお疲れで、大きないびきをかきながら朝までぐっすりでした。、っていうぐらいね、車内は快適でした。ずっとね、車中泊してきたこともあり、やっぱり車の中快適に眠れます。今やマットもシュラフも装備がしっかり整っているので、より快適に過ごせてますね。この横から出てくる水が、うん、逆に邪魔する。逆に邪魔すごい。そういうことね。凍結しないように横からねお湯が出てくるシステムになってるんですけど、その水が溜まりすぎてね、自分の車にかかるとこんな感じ。こんな感じです。すごい。兵庫県三方郡の新温泉町に来ております。もうすぐ私の実家だそうです。ということで近くまで来たので、お正月以来に実家に行きたいと思います。通り過ぎました。おはようございます。おはよう。おはよう。おはよう。Now I wanna take you there.やば。かわいいやん。これ憧れ。縁側。縁側やな。縁側で練習してます。全然すくえてへんし。全然すくえてへん。ジリさんがスノーアタックをしてます。ジリさんがスノーアタックしてます。いつもできない。おおそう、ここ開けといてよ、ここ。あ、曲がっていい？できる？うん、いいよ、曲がっていいよ。左の底の段大丈夫？うん、ここはまだ大丈夫。怖すぎる。やば。はい、です。やめてる。でちょっとバックして、ちょっとバックして右に切って、ちょっとバックして、そうそうそう、もうちょいバック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 、もうちょいバック、もうちょいバック。だからそういう前行ったり後ろ行ったりして、ちょっと道を作っとかないと。おお。
そうでも全然飲まないよ。水っぽいで。あ、大根が。お帰り。掘ってあげる。掘ってあげんで。大丈夫。どこに大根ある。お前どこにあるかわからんくなっとる。大丈夫。わかるで、ね。そんなに。大丈夫。Love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. Oh, oh. はい、大阪戻ってきました。ただいま5時前ぐらいかな。山城さん運転ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、今回ねキャンプでもなく登山でもなく原点に戻って車中泊旅行をしてきました。まあ、1泊2日でね特に内容なくのんびりと楽しんできたっていう感じです。ということで次回は、まあ、登山かキャンプかわからないですけど次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。